結果をお知らせします。柔道第4試合場63キロ級警視庁前田選手対愛知県警察小林選手の試合は警視庁前田選手の勝ちとなり準決勝戦進出が決まりました。試合結果をお知らせします。柔道第1試合場女子63キロ級警視庁小林選手対大阪府警察足立選手の試合は大阪府警察足立選手の勝ちとなり準決勝進出が決まりました。試合結果をお知らせします。剣道1試合場男子の部大阪府警警察筒谷選手対警視庁星子選手の試合は